つもご視聴ありがとうございます。この前ドラレコアピール用のステッカーを購入した時にセキュリティシステムアピールステッカーも購入してました。3枚セットになってます。こちらのステッカーもフォレスターのイラストがついてます。大きさは縦3センチ、横10センチです。縦2センチ、横7センチぐらいの、もう少し小さめのステッカーが良かったかなと思うんですが、これが一番小さいサイズでした。で、今回はこちらのステッカーを貼っていきたいと思います。フォレスターにはセキュリティシステムを設定することができます。ドアを閉めて、こちらのキーでロックをしたときにこちらのインジゲーターがゆっくり点滅してるんですが、しばらく時間が経つと、これ新しい発見ですね。車内にキーがあるとセキュリティシステムも働かなくなってますね。なので降りて外から鍵を閉めたいと思います。車室内にキーがありますという表示が出てます。ある場所なんですけども、こことか、こことか、いろいろ考えたんですけど、意外とこのカッティングシートがしっかりしてまして、厚みがありまして、窓の上下で多分擦れていくと思うんですね。で、すぐに剥がれてきてしまいそうな気もしますので、やはり動かないところがいいかなと思います。となるとここしかないんですよね。3枚あるので両側に貼った上で、こことかこことか、貼ってもいいんでしょうけど、あまり貼りすぎてもなーっていうのもありますので、下の方に貼っていきたいと思います。上から押さえます。結構目立ちますね。よく言えばやはりもう一回り小さい方が良かったかなと思います。また反対側も同じように貼っていきます。左側と右側に貼りました。